さて今回は真珠の聖域のねティグヌスが実はめちゃくちゃ簡単になってますよって話をねしていきます。編成はこんな感じで、サイロンのエリアで手に入るパンニだけで大丈夫です。パンニはねとにかく友情が強いんで、適当に当たったことだけでね全部倒すことができます。でティグヌス確かに最初はめっちゃ難しかったんですけど、あの後のエリアで出てきたねパンニがとにかく強力なんで、もう今本当簡単に倒せるようになりました。ボス戦も同じように友情をね出すだけでガンガンね HP が減っていきます。で真珠のところって真珠スレイヤーっていうねアビリティがないとなかなか削れないんですけど、後から出てきたねパンには、友情が強いんでこんなことができるということになっています。で真珠の聖域って結構難しいなっていうねあのイメージがあって、なかなか手出しなかったって人もね、実はねこれもでも2年前ぐらいから簡単になってますという感じでね、こんな簡単に倒せちゃうんで、まあ、ティグノスとかね、ちょっと難しいんじゃないって思ってた人はね、これを機に、ぜひね、運力狙ってみてください。